メズッともみちゃんです。今日はユニバのノーリミットサマースプラッシュパレードを楽しみます。いいですね。あとちなみにこの MTV ではこれからもユニバのいろんな最新情報をお届けするので、ぜひチャンネルってことでグッド評価、そしてコメントお願いします。でユニバでは7月の3日から9月の1日までノーリミットサマースプラッシュパレードといって水かけパレードやってるんですよ。でユニバで水かけパレードがするのが2019年ぶりなんですよね。なんとコロナ前ぶりなんですよ。でそれプラス今回ね、初めて走りながらのね水かけがあるんですよね。でこれが史上初ということで、どんな感じか今から早速ね楽しんでいきます。で、まあ、楽しむと同時に皆さんが気になるであろうねパレードの、まあ、情報をねお届けしようかなと思ってるんでね、ぜひねまたね参考にしてください。でもう早速ね、まあ、水かかったような濡れ具合なんですけども、汗です僕マジで代謝がいい方やからめっちゃ汗かくよね。まあとりあえずね楽しんできます。で楽しむ前に、まあ、基礎知識としてユニバのこのパレードなんですけども、7月の3日から9月の1日までね開催されるんですよ。けど注意点があって、グラマシーパークでは360度びしょ濡れエリアっていうね、まあ、有料券を買って入れる場所があるんですけども、まあ、そこに関したら8月の22日にね終了するんですよね。だからパレードより早くね終わるんで、そこはですね気をつけてください。でこれね14時から開催して約40分間のパレードなんですよ。でルートはこんな感じです。でまず最初にですね、もともとターミネーターがあった場所、まあ、今はですね、まあ、コナンがある場所出て、でその後に、まあ、右に曲がってまっすぐ行って、ビバリーヒルズブランジェリーを左に曲がって、そのままメルズドライブインで信号ツアーを回って、グラマシーパークをぐるっと回って、ビーズニューヨークピッツバーラーを左に曲がるっていう感じのルートなんですよね。だから前のね、まあ、ノーリミットパレードと同じルートなんですよ。でごめんなさい、今日ほんまにちょっと汗がやばくてめっちゃダラダラ出てるんですけども、で今回のパレードなんですけども、ウェットエリアっていう場所が2カ所あって、それからですね、まあ、鬼滅の刃 XR ライド前だからスペファン前がね1個目のウェットエリアで、もう1個ですね、信号ツアー付近の場所がですねウェットエリアらしいんですよね。でウェットエリアだけじゃなくてびしょ濡れエリアっていう場所もあって、これがですねハリトリ前と、あとはですねグラマシーパーク付近がねどうやらねびしょ濡れエリアらしいんですよ。今回ねリトルキッズエリアっていう場所があって、それがですねハリトリ前にですね、まあ、マリオカフェ&スターとか、まあ、お店が並んでる場所があるんですよね。でそこの前あたりがねどうやらねリトルキッズエリアらしいんですよ。で今回の夏イベントではマリオのウォーターシューターつって水鉄砲が売ってるんですよね。でこれに関してはですね、まあ、ユニバーサルスタジオスターつってエントランスからすぐ近くのねショップとかに売ってるんですけども、まあ、僕見る限りによると、まあ、それ以外のショップでもね余裕で売ってるんですよね。だからパークのどこでも買えるって思っててもいいかなと思います。でこのウォーターシューターもですねこのパレードでどうやらね使う場面があるらしいですよ。けどこのウォーターシューターの水を入れる場所なんですけども、このパーク内では6カ所あるんですよね。だここでね、まあ、水鉄砲の水を補給して、まあ、楽しむらしいですよね。でこれね結構質問をいただいたんですけども、まあ、濡れたくないけどパレードが見たいっていう方もねいらっしゃるらしいんですよね。で濡れたくなくてパレードが見たい方はですね、まあ、コナン付近かエントランス付近かルイズニューヨークピザパーラー付近はですね、まあ、どうやら濡れないらしいんで、まあ、そこら辺で見るのがねおすすめです。じゃあ今から早速ですねパレードね楽しんでいきます。で今ねあのスペファン前のねウェットエリアにいるけど、めっちゃ暑いな。ここさやばい、ほんまにこれ言うとしたらマジ熱中症になる可能性があると思うから、待って方はマジ熱中症対策として、塩分チャージとか水分補給はめっちゃ持ってきた方がいいと思う。ほんまに気をつけてほしい。そう、それこそ塩分チャージはそうやけど、飲み物に関してはさ、去年あたりからこれ2リットルのペットボトル持ち込めなかったから、そのペットボトルいっぱい持ってきた方がいいよな。これお湯やで。そう、お湯になっちゃった、うん、だから前ね OMTV の持ち物の紹介でだけど、一応ね、まあ、保温性の水筒の中に氷入れて持ってきた方がいいかな、言っちゃったら、うん、でこのウォーターシューターちょっと入れてきたけどさ、このウォーターシューターが使える場所が結構限られてて、パレード中のこのウェットエリアかびしょ濡れエリアしか使うことができないですよ。それ以外の場所では使うことはできないので皆さん覚えてください。あ、けどあと1個使えるわ、ラグーン沿いにあるんや。
そういう濡れれる場所がキッチンのところが一応使えるから、そこでも一応使うことができます。あと、まあ、必要な持ち物なんですけども、俺たち去年びしょ濡れ体験してた、その時思ったのがもう着替えは絶対必要やな。もうそれからもう服とかもうズボンとかもう下着とかもう靴下とかも全部持ってきた方がいいかな。全部、うん、けど後遺症に関したらこれ今撮影してる段階ではやってないよね、イネブのパーク内は。あともう一個すごい大事なのはゴミ袋じゃん。これなんでかって言ったら、あのね、カバンとかほんまに濡れるんですよ。だからそのカバンを守る用のゴミ袋を俺20持ってきた方がいいと思う。で、まあ、着替えたものを入れる用のレジ袋とか持ってきた方がいいかな。とりあえず待っておこうか。パレードが始まる前はパレードルートのカートとかは閉まるんで覚えてください。ヒートアップしまくりのサマー、 But 超刺激的な No Limit Summer Splash Parade はクールに行くよ。ボクさんさ、スラマスク出んかったな。いや出んやろ。You know
ないこれ許せない。濡れたな。結構濡れたね。濡れた。ちょっとびしょ濡れエリアに移動したから、ここでちょっと待ってきますわ。濡れてきたけどさ、うん、いやまあまあ今回ね俺ウェットエリアとびしょ濡れエリア行ったけどさ、うん、まあ、意外とそんな濡れんかったなって思った。あ、思ってたより濡れへんかったよね。なんかそうやっぱ去年のスーパーマリオのカープサマーはプールに入ったような感覚になったよ、うん、でも今回のウェットエリアとびしょ濡れエリアは、まあ、普通に濡れるかなぐらい。あ、確かに。で今回ねウェットエリアっていうところに見たけどさ、そこから水橋がバーって出るんよ。でその出る場所がスタジオスターズレストランと、あとはねステージ22のところと、あとメルツドライブインのところと、あとグラマシーパークのところで出るんよね。でこのグラマシーパークは特別鑑賞エリアの場所で出るけど、まあ、そこら辺は結構濡れるかなって感じがしたな。でも俺1列目行ったけどそんな濡れんかったけどな。まあ濡れるけど、なんか想像以上に濡れなかったな。思ったよりは髪の毛びちゃびちゃやけど、そうそう、でもまあでもめっちゃ気持ちよかった、うん、シャワー浴びてるような感じ。夏の水のシャワー、水シャワー霧みたいな、そう、そんな感じだからめちゃくちゃ気持ちよかったわ、うん、で今回ね、まあ、停車位置、まあ、2カ所あるけどそこで、まあ、停車するんやけど、俺今回メモってるけど1回目がね
まあ、ポケモンがフラッフィーストア、だからイッツソーフラッフィーの前で止まって、マリオがスタジオスタイルというミニオンのショップの前で止まるんですよ。でシンがですね、まあ、キティちゃんのデザインスタジオというキティちゃんのショップの前で止まって、セサミがですねメルツドライブインの横で止まるんですよね。だからパーポの人たちが出てくるところで止まるんですよね。でミニオンはメルツドライブインの真ん中の看板あたりに止まって、スヌーピーはメルズステージあたりに止まって、キティちゃんはゲームコーナーとメルズの右側の前あたりに止まって、あとはノーリミットはですね分かれ道あたりに止まるんですよね。まあこれちゃんと見えてなかったから大体のあれやけど、そうでも大体この位置かな。俺もなんか他の人の YouTuber さんの動画見たけど、大体この位置に止まってたなって感じ、うん、あそうなんや。で2回目はですね、まあ、ポケモンがグラマシーパークの左側に止まって、うん、マリオがスタジオスターズレストランの出口あたりに止まって、シングはコナンのアトラクションの入り口あたりに止まって、セサミはグラマシーパークの中央に止まって、ミニオンはユニバーサルスタジオ周辺には前に止まって、ピーナッツは旧スパイダーマンストア前に止まって、キティちゃんは旧スパイダーマンアトラクション前に止まるんですよ。だからそれぞれのキャラクターの、まあ、停止位置に行きたい方はこの場所に、ね、ちょっと参考したらいいかなと思います。あとマリオフローだったらデイジーが初登場したよね。うん、けど俺最後の方でちょっと気づいたけどさ、キャラクター減ってないと思って。あれ減ってたよ、ね、減ってたじゃない。どういうこと減ってない。ルイスがいなかった気がしてる。あ、あの2回目の停止でね、そうそうそう、帰っちゃうねん。なんかあそうなん、うん、ルイジーだけ、ルイジーとデイジーとヨッシー、うん、あカート乗ってる組は帰るんや。そうそうそう、なんか知らんけどポイーって帰っちゃった。濡れるの嫌なんや。1回目濡れてたやろと思って、うん、最後濡れるの嫌なんや。あそうかもしれへん。なるほどな。あとポケモンが水タイプのポケモンになってた。ギャラドスと、うん、コダック好きなやつ出てた。コダック出てた。そうだから前のパレードってもうそういうとこが違うから、そういうとこ見た方がいいかなって感じがしますわ。っていう感じですかね。はい、じゃあ今日ですねユニバのね夏のパレードをね紹介していきました。ぜひねこれからね夏休みでパレード楽しむ方はこの動画を参考にして思いっきりね楽しんでください。以上、永遠に心は濡れっぱなしのまみちゃんでした。どういうことやね。はい、じゃあね、これからもいろんなね、楽しい動画を作ってみてね、チャンネル登録、グッド登録、そういうこともお願いします。じゃあ、バーイ。